ぜひとも。あれ強すぎるんだよ。え？ダメね。オッケー。いるな。オッケー。はい、の武器です。ということで、今回っすね、こちらのカスタムを使っていこうかなって思います。で、まあ、今まで俺がね、使ってた MP5 と若干ちょっと変えていて、ストックで今まで俺コラプシブルつけたと思うんですけど、これを外しますと。これ外しますと。言ったところで、じゃあ何をつけるの？ね、気になったでしょ？何つけるの？これです。5ミリレーザー。これをつけたんですね。で、まあ、これ結構強くて、まあ、腰打ちの命中率とダッシュ後の射撃速度が上がるっていう感じなんですけど、まあ、デメリットとしては、まあね、敵にちょっとね、1バレしちゃうっていう感じなんですけど、そのデメリットにね、全然見合ったぐらい、腰打ちの命中率がもう、超大幅に上がるんで、これ結構ね、もうほんと強いんですよ、実はこれって。で、まあ、カスタムのね、詳しい説明は試合やりながらちょっと話していこうと思うんで、どれだけ強いかっていうのはね、ぜひ試合の方ご覧ください。どうぞ。はい、どうも、武器です。ということで、今回はですね、5ミリレーザーをつけた MP5 を使っていこうかなと思います。あれ、これついてる？あと、ちょ、ついてる。あ、ついてるね。ついてる。びっくりした。俺、カスタムやり忘れたかと思った。いますね、いますね。こういうこと。このスライディングから、とか、こういう室内戦。ではね、5ミリレーザーマジクソ強いんで、やられていく。実はね、結構強アタッチメントだと思ってるんですよね。ウォーゾーンだとね、このアタッチメントは俺絶対つけてて。やれていくんですよ。ね？やれていく。やれるんです。やれるんです。さあ、リロードして。湧いてますね。倒していく。後ろ？後ろやばい。わっ！ちょっと待って、リロードしていく。ちょっと待って、ちょっと待って、俺。おい、ちょっと待って、武器が違う、これ。武器、何の武器、これ。これ、なんか別の武器になっちゃった。いそ、これ。なんか俺、別の武器の動画になっていますが、まあ、気にせずやっていきましょうか。ああ、V トール、ここ刺さるんじゃないか。うわぁ、あの位置取られてんの、マジつれ。だって俺、自分の V トールで、わっわっすぎる、それ。さあ、待って待って、こいつの武器ももらっておこう。こいつはなんだ？なんだ、癖。え、待って、大癖。大癖、大癖。大癖、大癖。大癖でしょ、こいつ。何？えぐいな。やばい、弾なくなった。マジかよ。弾がなくなっちゃった。まあでも俺が使いたい武器がやっと使いましたね。これっす、これ。この MP5 を俺は使いたかった。こういうとこだと負けないんでね、この武器。さあ、そしてストッピングパー。収入していく。こんなん負けるわけないですよ。こんなん一番負けないからね。上いそうだけど、あえて下から行こう。投げよう。待って待って、いるんだよね。ロケラン構えてる、怖い、あいつ。こういうね、待って、まだいる。いや、もう。は？いや、もう。やべえ、なんか普通にボコボコにされてんだよな。さあ、UAV も出されて、倒して、奥行け、適当にグレ投げて、なんか芋ってる。まだ U 倒す。10発か。いける！よし、オッケー。ショットガン倒していく。うわ、マジか、やれ。さあ、ポイント取られていく。オッケー。今度はお前の番だ。
奥いたね。オーケー。ショットガン。オーケー。これさ、やっぱ腰打ちが強い武器ってさ、使ってて気持ちいいんだよな。わかる？これ。やっぱあいつ。なんか当て感が良くて。うわぁ、ショットガンか。また吹いとるで、ドマッチって。当て感が良くて使ってて気持ちいい。あとね、実は今の MP5 って、今いたっけ？あのね、1個アタッチメント自由枠があって、スライハンド、インテグラルサプレッサー、ステッピング加工グリップ、角間がスライハンドは固定なんですけど、実はあと1個ね、自由枠なんですよね。あと何でもよくて、俺はコラプシブルつけてるんですけど、まあ別にオペレーターフォアグリップでもいいし、使わないと感動系でもいいし、まあこれ5ミリとかそのハックとかそういうレーザー系でもいいしっていう、まあ、意外と自由枠があってて、まあ、今回は5ミリで試してるわけですけど。あぶね。でもまあ強いっすよ。誰？ナイス？これね、ちなみにこれまあ見ててもわかるかもしんないけど、腰打ちの強さ本当にね、アホほど上がってるんだよ、腰打ちの性能。ナイス？アホほど上がってるんですよね、これ。うわ、ショットガンか。オッケーオッケー、でもかなり強いぞ。これ全部出たのはでかい。だから、特に近距離で戦うのが好きだったりとか、あとまあスライディングとか多用する人は特に強いかもね、この銃。あ、このカスタムは。うわ、だから、もうまあ、あのさ、ジャックツレルブ削除してくんで。ジャックテール削除してくれませんかね、ぜひとも。あれ強すぎるんで。え、ダメね。オッケー、いるな。オッケー、最高。やべやべ、またあれだ、ヘリガンダマッチして。わっ、自殺。マジかよ、俺が気持ちよくなってたところ。ちょっとヘリガン出すか。なんかもうあれだな、溜まっちゃうな。使っちゃいましょう。もうヘリガンはもう使った方がいいね。何回も言っても、何回も言ってんだけどね。ヘリガンはもう溜まったら使いましょう、皆さんも。ミサイルはさっさとね、打ち切った方がいい。あれ、なんだ、あれ持ってんのか。こんなやろ。どこだ、ここか。ちょっと脇がよくわかんねえな。だいぶ敵がなんかばらけてる。ミサイルどこから撃たれてんだろう。ミサイルどこだ、この辺。うわ、撃たれた。おいしいおいしいおいしい。あいついたけど、ちょっとスルーしましょう。無理やり行きましょう。ナイス。おお、強み。こんなとこ一番強み出ちゃってる。オッケー。わかねえから。おお、マイガー、あいつやばいでしょ。トリックショット狙ってるぞ。さあ、オッケー、トッピングパーチ中にしていく。これはきついっすね。さすがに MP5 で戦う距離感ではないけども、ヘリガン出ましたね。さあ、最奥にいるな。倒してる、あれ倒してるな。やべ、終わっちゃう、試合が終わっちゃう。これ出そうか。
ヘリ、サポートヘリ出そうだったけど、なんかもう試合が終わっちゃいそうだったんで、とりあえず、ポイントに入って、もう一回殲滅開始と、行ったところ、いい感じですね。ほら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 。あとこっちか？いたな。硬い硬い硬い。硬い硬い。勝て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 。オッケーよかった。110キルまでなかなか良かったんじゃないですかね。スコア12,30いった。でもそんだけやっぱ5ミリレーザーがね、強いという証明にもなったのではないでしょうか。あ、出たこれ。これちょっと良くね、これ。使ってる人多いよな。ブロックに弾けるやつ、敵が。あれいいな。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。5ミリレーザー、どうか、よかったら皆さんも使ってみてください。お疲れ様。バイバイ。